はいはい、どなた？お、ひこね。東京から帰ってきた。夏美、遊ぼうぜ。オッケー！よっしゃ、何して遊ぶ？さっきまで新幹線乗ってたからさ、体動かして遊びしようぜ。よし、それじゃあ。ひかねえのいない間に編み出した必殺格殺シュート行くぜ。格殺？なんだそれ。でも来いや！必殺格殺シュート！ね、おぐ。はい、必殺格殺してんじゃねえよバカ。必殺格殺してんじゃねえよバカ。一回目のツッコミ条件反射で出たんか。おい、帰省して早々これかよ。私の楽しい帰省もう終わっちまったじゃねえか。うちの必殺格殺シュートは全てを格殺する。里帰りまで破壊してんじゃねえぞ。どうすんだよこれ。おばさんに見つかったら怒られるよな。まあそりゃそうだけど。ただ引かねえ。ここで一つ考えてみよう。うちらは今までこういった状況を幾度も経験し乗り切ってきたじゃん。乗り切った覚えはないけど。ここは過去の例から学び、早急に謝罪するのが吉と見た。あ、案がまともすぎる。お前本当に夏美か。うちはもう今までの夏美ちゃんじゃないのですよ。ただこの案だけじゃ不安だ。緊急事態のために他の案も考えておいた方がいい。確かにな。第2の案は証拠隠滅。ただこれは先延ばしにするだけで根本的な解決にはならない。ああ、それは最終手段だな。そして3つ目にクリエイティブな案が1つ。なんだなんだ、聞かせろよ。地面から粘土を採取し一から植木鉢を作る。お前やっぱいつもの夏美じゃねえか。そんなの最初の案に決まってるだろ。さっさと謝りに行くぞ。オーケー。ただもしもの時は3案で。2案だよアホ。